立花の広師章は、平安時代前期の苦行、学者。署名は白覧立花の市長者、若さ守る、立花ポーハンの次男。下には、正四以上、三味、増樹三味、中納言。記伝道を、菅原忠自然に学び、上岸二年文章生に干せられ、上岸六年大作に急大する。文章生部任からわずか五年という短期間で、 対策に求大しており、その学祭が伺われる。六位倉とエモン大位を経て、上岸九年15位下に助赦されるとともに、三十一歳で文章博士に任ぜられる。上岸十年博覧から構想に改名する。これは博覧ビッグの故障が、斜里鉢の別章であったことから、仏菩薩や聖剣の号を名に使用することが適切でないとの格を、はばかった父。 ミネハンの上層によるものとされる。上岸11年、丁明親王が皇太子に建てられるとその東宮学士に任せらる。このことから構想は、摂政、藤原義久と密な関係にあったと考えられる。上岸12年民部省有に任せられると、後左右小弁を歴任するなど、聖和朝後半は東宮学士の傍らで、実務官僚も務め、 この間の上岸十五年十五以上に除せられている。この間の上岸十三年、太子皇太后、藤原純子の法御に際して、祖母である太子皇太后に対する、聖和天皇の複物形式について疑義が生じて、決定できなかったために、儒学者や既伝道学者たちに対して議論が命じられたが、構想は、養老霊、儀霊、当霊などを根拠に、すず、 超五ヶ月間着用して服もすべき胸を述べている。これは他の学者たちと比べて圧倒的に長期間の複製であり、石管家の権力確立に大きな役割を果たした藤原純子の重要性を高めることで、石管家におもねろうとした可能性を見るとする指摘もある。また、上岸14年来日していた牧界大使、陽生期のもに、 公開霊犯と共に派遣されて、荘園を催し、シェに興じたという。上岸19年、低名神道の即位に伴って、東宮学士の功労によって2回昇進して、生後以上に除せられ、式部大輔に任せられる。さらに同年中24位した、倉人頭に助人と急速に昇進を果たす。構想は、倉人頭として、実務能力を発揮したと見られるが、 万業三年増人党を二年半ほどで辞任する。辞任の理由は病気と想定される一方で、後任は、後太友人、藤原隆子の水盤があったと想定される、有原の成平であり、構想は、隆子と対立する折衝藤原元常に近しかったことから、何らかの政治的な理由も考えられるが、裏付ける資料はない。後、要精朝では、影湯長官、 右大弁を歴任した。元業8年2月の高校天皇即位後間もなく14以上に助せられる。また、同年4月の高校天皇の読書誌で、大乗大臣左右大臣も参加して、文選の講読が行われた際に構想は自読を務め、元業3年以来ただ一人文章博士を務めていた菅原道真による欠員補充の要請を受けて、5月に構想が、 文章博士に再任された。文章博士の再任は、事例が少なく、構想があえて再度任ぜられた事情は明らかでないが、高校天皇の側近があるいは顧問的立場で選ばれたとする見方がある。12月には賛義に抜擢され、立花の死としては、峰次以来約四半世紀振りの犠牲官への承認を果たす。また、文章博士を務めたまま賛義となったのは、 史上初めてのことであった。またこの頃、高僧は、娘の義子を、生司、藤原敏子を通じて、高校天皇の御子で、親戚降下した、源の訂正と結婚させている。高校朝では、文章博士を務めるとともに、犠牲官として、左右大弁を検体するなど養殖を歴任した。任何三年、宇田天皇の即位に伴って、正四位下に少女される。 即位に際して、藤原元常を関白に認じる象直を構想は起草するが、その文章中に、赤穂に人数との文字があったために、文章博士、藤原佑よらが、赤穂は暗いは尊いが、具体的な職所がない感触との意味である旨の主張を行い、それにより、元常が一切の政務を放棄してしまう。翌日な四年、元常不在に伴って長期化する政務の停滞に、 心通した歌天皇が改めて招徴を出すことになった。元常はなおも高僧の処罰を求めるが、佐抜主、菅原道真が、元常宛に送った書簡により元常は保護を、治め事件は終結した。なお、事件後に元常の娘、厚子が受代していることから、この事件は高僧の娘、義子の生んだ巫女が即位して、 立花の死が天皇の外籍となることを警戒した藤原氏の陰謀によるものともされる。官票2年5月16日に即居。最終官位は三義牲四以上健康左大弁。同日十三位、中納言が追贈された。早熟で9歳にして同天上の際に監視を読んだという。中期のないものは日本三大実録による。ありがとうございます。